Google Books とは世界最大のインターネット企業 Google がポータルサイト Google 内で提供している書籍の全文検索サービスである。書籍内の全文を対象に検索を行うことができ、検索結果として表示された書籍の内容の一部が無料で表示される。検索、表示されるデータは Google 社が紙製の書籍からスキャンしたもの。 著作権の保護期間が満了した書籍は全文が公開されている。この場合 Google Books は電子図書館として機能する。これに対し著作権保護期間が存続している書。この場合 Google Books は広告、販売促進サイトとして機能する。Google Books は Google Print というプロジェクト名で2003年12月に計画が発表された。 そこから1年弱のベータテスト期間を経て、2004年10月7日、世界最大の書籍見本誌フランクフルトブックフェアの開催期間中に本格運用の開始を公表、サイトの本格運用を開始した。しかし、プリントという言葉から書籍データを勝手に印刷できるようにするサービスといった印象を与え、出版業界からの反発も少なくなかったことがあり、 2005年11月17日にサービス名を Google Book Search と解明することを発表した。その後、よりシンプルに Google Books へと解明した。ちなみに Google Print 時代に使われていたアドレスは http://print.google.com で、このアドレスは現在 Google Books にリダイレクトされている。2012年3月に Google Play Books がサービス開始し、 同年9月25日に日本向けの Google Playbooks がサービス開始した。Google Playbooks は Android、iOS 向けの電子書籍サービス。Google Playbooks のストアから電子書籍を購入できる。購入した書籍は Google Playbooks のアプリビューアで開き、スワイプでページをめくり、マルチタッチでピンチ操作できる。詳細は 全米作家協会多体グーグル裁判を参照。グーグルは英米の図書館が所蔵する世界中の書籍を著作権者に無断無償でデジタルスキャンしてそのデータを元に作った画像にグーグルのコピーライトを貼ってネット上に公開していた。この行為が著作権侵害に当たるとして2005年9月に全米作家協会他がクラスアクション形態の集団訴訟を 翌月には、全米出版社協会が大手出版4社を代表する形で単独でそれぞれ提訴し、デジタルスキャンの差し止め命令を請求した、注釈1、Google と AG 他及びアップは、当事者間で総額1億2500万米ドルの和解案に合意していたものの、その和解条件の不備が多方面から指摘され、2度にわたって、 修正和解案を裁判所に再提出することとなった。裁判所は当初、原告側の著作権保護を重視する姿勢で和解交渉を進めていたものの、最終的に一審の連邦地裁は Google Books の行為が著作権法上のフェアユースに当たるとして著作権侵害の訴え自体を退けた。二審の連邦公訴裁も2013年一審判決を支持した。AG は 連邦最高裁に上告請求するも却下され、二審の判決で2016年4月に最終確定したブックスキャナー。空気で吸い寄せてページを持ち上げ、めくる。そして髪型から CCD カメラで各ページの画像を撮影。その後 OCR プログラムで画像データから文字データを抽出する。Google がこうしたブックスキャナーと呼ばれる装置を使って書籍を デジタル化していることは確実だが、具体的にどのメーカーのどういった装置を使用しているのかは不明。この画像は参考用。紙製の書籍からのデータの読み取りには、ブックスキャナーと呼ばれる自動の書籍スキャン装置を使用している。Google Books では特許を取得したスキャン技術により、大量のページを素早く読み取ることができると考えられている。日本語は語変換が著しい。 アルファベットの書籍は特に問題がない。具体的にどういった装置を何台ぐらい使用しているのかといった詳細な点は未公開の部分が多い。Google Books は世界中のいくつもの図書館と提携関係を結んでいる。図書館側が増殖を貸し出し、Google がそれをスキャンしてデジタル化し、データベースに付け加えている。以下の図書館が Google Books と提携関係にある。 慶応義塾図書館編集2007年7月6日に提携を発表慶応義塾大学が所蔵する蔵書のうち著作権保護期間が満了したパブリックドメインの書籍約12万冊をデジタル化して Google Books を通じて公開する予定12万冊の内訳は明治初期までに日本で発行された和装本及び明治大正期昭和前期の日本語図書 ハーバード附属図書館編集2005年に提携を発表。ハーバード大学が400年近くかけて収集した書籍のうち著作権保護期間が満了した約1550万冊の書籍についてそのうち最低でも100万冊以上をデジタル化して Google Books を通じて公開する予定。スタンフォード大学附属図書館編集2004年12月14日に提携を発表。 スタンフォード大学が有する蔵書800万冊のうち数十万冊から100万冊程度をデジタル化して Google Books を通じて公開する予定。両者の間で最終的なスキャン冊数に関する合意は特にないらしく状況に合わせて流動的に変化していく模様。書物のスキャン費用はすべて Google が負担する。その他の大学図書館、編集公開書籍に関しては インターネットサービス利用者にとって国境を越え、またインターネットサービス量のみで入手できる点で手段、金銭上入手が容易となる。ただ、これはインターネットサービスの利用環境を持つものの範囲内のことである。検索機能があることで登録書籍に関しては到達が容易である。ただ、 未登録出版物については到達できず、検索語句を認識していない書籍については到達できない。紙製等の図書と別形態で、電子的に資料保存が行われることで、資料保存手段が一つ増加したと言える。ただし、この方法論はそもそも Google の独占事項ではない。出版物無料公開は、出版物を作成する出版社の利益を、 出版社の倒産を招くレベルで損なう可能性を一面で持つ。ただ、出版社の倒産は個々の会社の事情も関わるものである。ただ、Google は絶版かつ市販されていない書籍に限定すると明記しており、その点で出版社の損失が出るとは考えにくい。一部の出版社が倒産すれば、出版物による意見発信という言論手段が一部損なわれる。 という一面を持つ。ただ、すべての言論手段を損なうわけではない。資料保存は、保存手段が多いほど、達成度が高い。仮に一部の出版社の倒産があれば、作成された、出版物という形態での資料保存という保存手段が一部損なわれる。ただ、出版物無料公開が、全資料保存手段に影響するわけではない。保存手段の減少があれば、 資料消失のリスクが高まる。言い換えれば、資料消失に対するリスク分散を行える程度が低くなる。出版物は、図書の利用者に対し、その購入、図書館等の施設における閲覧、という2種の利用、入手手段を生む。しかし、仮に出版社の減少により出版物が減少すれば、それら2種の手段の有効範囲が狭くなる。ただ、この点は、 ウェブ上での閲覧が保管しうるという論調もある。そもそもこれらのデータベース化は Google の特許事項ではない。そのため、ウェブ上での同様の携帯の事業者の機械喪失と出版社の事業の機械喪失という二重の事項について独占禁止法に当たらないか、盛んに議論されている。ウェブ上での書籍閲覧は検索という行為を媒介とするため、書店や図書館での閲覧と異なり、 利用者が、署名、著者が基地である書籍、関連検索語句が基地である書籍にしか到達できない。書店や、図書館でのように、ある本を探す中で、脇を通過する書棚の本のタイトルが目に入り、それにより、基地以外の書籍に到達する、という図書利用形態を持たない。ただ、特定の単語で、インターネット検索をすれば、複数の類似、近似サイトが見つかるのと、同様、 ウェブ上での書籍閲覧でも基地以外の書籍に到達する可能性は十分にある。ハット後に2本の訴訟は一本化されている。ビッグ10アカデミックアライアンスはアメリカの学術コンソーシアムの一つ。オハイオ州、インディアナ州などアメリカ中西部のイリノイ大学などビッグ10と呼ばれる大規模大学が参加。前身は学術コンソーシアム CIC。 CIC 当時の加盟大学は他に、アイオワ大学、インディアナ大学、ウィスコンシン大学マディソン校、オハイオ州立大学、シカゴ大学、ノースウェスタン大学、パーリュー大学、ペンシルベニア州立大学、ミシガン大学、ミシガン州立大学、ミネソタ大学。ありがとうございます。